どうもビスさんです。というわけで今日も書店で叩いてみたです。いや皆さん最近調子どうすか。いや最近のビスさんはね、先日5月の20日にですね、僕が所属するバンドビッグママの全持ち込み149曲をぶっ続けで演奏するというチャレンジ生配信企画を行ったんですね。すごく反響があって、生配信自体はね約10時間半かかりました。やばー。いや大変だったんだけどね、同時視聴で3000人見てくれたりとか。いや3000人ってすごくない？だってビスさん1人に対してね、さ、ゼップ東京が余裕でソールドアウトするぐらいのさライブってことじゃん。だったりとか、ビスさんの個人名でツイッタートレンド入りを果たしたりとか、すごく反響があった。めちゃくちゃ嬉しかった。この様子もね、もちろん動画に編集してメイン動画として上げるのでお楽しみに。ただなんせ素材が11時間ぐらいあるので、もうちょっと待ってね。というわけで今日の初見の曲は恐怖オールバック。こんなにたくさんのリクエストあったんです。いつもリクエストありがとう。どんな曲だろうね、恐怖オールバック。どうやらめちゃくちゃ流行ってるらしい。僕もね、曲名は目にしたりとか、サムネで見たりとかね、おすすめで見たりとかしたんだけど、初見でこの初見動画でやるために聞くのを我慢して今日までやってまいりました。まあミスターっていつもオールバックみたいなもんじゃないですか。このデコッパチ見て、タイトルから全く予想がつかんよね。いやでも気持ちはわかる。風が強い日にさ、傘髪をセットしてさ、頑張ったのにさ、よしお出かけするぞって外に出た瞬間、恐怖バーフ、うわーやめて、歩き方がこうなるやつ。気持ちわかるわ、ビスさんもわかるわ。だからそういうなんかね、乙女心を描いた歌詞なのかな、可愛らしい歌詞なんだけど、恐怖ってね風が吹いてるイメージだから、こういう感じのスピード感のあるビートだと思うんだよね。恐怖オールバックみたいなね、これ当たっちゃうと思うな。ま、何にせよしのごの言わずやっていきますか。それでは行ってみましょう。恐怖オールバック、レッツゴー。あ、いけない。終わったわ。どうしたの？あ、ボカロケットなんだ。はいはい。あ、楽しい。どうしたの？オールバック。あ、楽しい。トライアングルとクラップ。歌詞があんま聞き取れないけど、どうしたの？なんか悩んでそう。パクられた？チャリオ？どうした？ただキモい？そんなことない？可愛いよ、大丈夫だよ。わかるよね、でもデートとかお出かけとかさ、せっかくめちゃくちゃ頑張ってさ、アイロンとかさ、スプレーとかさ、セットにすのね、はい、頑張ったのにさ、終わったわ。大丈夫だよ。集合前に駅のトイレ行って直そう。でってってって、かわいい。リコーダーソロ。あ、かっこいい。あ、決めだった。終わったの？終わったわ。終わんない？あ、なんか盛り上がってる。盛り上がったけど終わっちゃってる。前髪怖いぞ。口とか持ち歩こうね。ミスターを感じることないんだよ。これは残るわ。めっちゃ残りで焼きつくわ。ミスさんはとりあえず一問だけ終わるかな。終わったよい。え？あ、てかめちゃくちゃ短。ちょっとビートは一定だったね。こういう四つ打ちと言います、このダンスビート。でもこのね、パンパンってこの手拍子を2回打つパターンってね、ポップの曲でいろいろ入ってくる。
そういう時はやっぱねドラムをねついてってあげるとねライブでお客さんが手拍子しやすかったりするんだよね。で終わったわ、あはは、終わったわ。これ楽しいんだよね、お客さんとの一体感生まれてね、パンパンってね。音源のドラムには入ってなくてもライブバージョンでは足しちゃうとかね、僕よくやっちゃいます。楽しいねこれね。なんかいや、こういう曲ボカロ合うよね。前髪もう終わったからもう何もしたくない、ドタキャンしいよみたいな、やる気出ない感じがボカロだったらやっぱ味が出ていいね。めっちゃ耳に残るわ、終わったわ終わってるのに軽快な感じね。このギャップがなんか癖になるんだろうな。めっちゃあっけなく終わっちゃったけど楽しんでもらえたかな。ぜひみんなこういう楽しい曲どんどん教えてください。ビスタンなりのオールバック皆さんに示したけどいかがでしたでしょうか。感想、そしてこんな曲もやってほしい、こんな動画見たい、いろいろコメントにお寄せください。そして今日の動画が面白いと思ってくださったあなたは高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。というわけでまたお会いしましょう。ビスタンでした。バイビス。